東69丁目とパーク外観の歴史地区の街並みアッパーイーストサイドとはアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市のマンハッタン区のイーストサイドマンハッタンにある地区の一つである高級住宅街としてもその名が知られているアッパーイーストサイドは富裕層の住宅街として知られ高級住宅地として有名であるまたこの地域の住民のための私立学校もある 20世紀以前は大富豪の屋敷が並んでおり、現在はセントラルパークに面する住宅街とパークアベニューの周辺を中心に高級アパートメント、コンドミニアムが並ぶ。5番街の82丁目から105丁目の1マイル強の区間は沿道に博物館や美術館が旧館あるためミュージアムマイルと呼ばれている。特に有名なものにホイットニー美術館、 ソロモガールグケンハイム美術館フリックコレクションが5番街を挟んで向かいのセントラルパークの敷地内にはメトロポリタン美術館がある。またマディソン街の60丁目から79丁目には高級ブランド店が立ち並び5番街よりもさらに高級なショッピング街になっている。この地域の高級ホテルとしてはプラザホテルが有名である。かつては シルクストッキングディストリクトと呼ばれていた時期があった。ジョージ・ソロス、ウディアレン、マイケル・ブルームバーグ、ルパート・マードック、マドンナラがこの地域に住む。テレビドラマ、ゴシップ・ガールはこの地域が舞台である。アッパー・イースト・サイドは南北には東59丁目から96丁目まで、東西はイースト側から五番街までに囲まれる地域を指す。南側では、 ミッドタウンと北側ではスパニッシュハーレムと西側ではセントラルパークに隣接する。この地区の中にはカーネギーヒル、レノックスヒル、ヨークビルと呼ばれる3地区が含まれている。ニューヨーク市営地下鉄ニューヨーク市バス公立すべての公立学校はニューヨーク市教育局が管理、統括する。特殊高校メリーマウントスクールオブニューヨークザ。 ウエストビルディング・オブ・ハンター・カレージ私立とも学校女子、高男子高校の地区は、様々なテレビドラマや映画、その他のメディアの舞台として登場する。ありがとうございます。